い、皆さんこんばんは、デデです。今日はね本当に久しぶりのバラエティ系企画を撮っていきたいと思います。すごい原点に戻った感じがする。ちょっと楽しみ。まあタイトル見てくださった方分かると思うんですけど、彼にですねメイクをやらせてみようじゃないかっていう女子力検定をやっていきたいと思います。準備はいいですか？はい、かかってきなさいよ。言ったね。私ねこう見えても意外とコスメの種類だけはたくさんあるので、適当にコスメをぶちまけてここに、であとはもう私は何も言いませんのでメイクをしてもらおうじゃないかと思います。ということで意気込みをどうぞ。日常生活のことを言われたけど、まあ余裕じゃない？余裕？私のゲットレディミズビー見たことある？まあね。で私が普通に会って化粧してるとこも見たことあるもんね。うん、だからもう全然余裕じゃない？言ったね、うん、っていう宣言されたので、ここにコスメをね一気に並べていきたいと思います。はーい。はい、ということで準備できました。見える？とりあえずまあだいたい最低限必要なものは全種類用意したんじゃないかなって思うので、あとはまあ彼のセンスに任せましょう。でとりあえず見ていいよ。この顔撮りたい。え？見たことないのばっかじゃん。なんていうの、同じ種類のが何個か置いてたりもするから、もちろん使わなくていいものもいっぱいあるし、まあ私が日頃毎日使ってるものは出したかな。じゃあ早速やっていきましょう。お願いします。ちょっとこの後ろ汚いのは気にしないで、早速、まあ、下地からね。下地俺知ってるから。下地知ってんの？これでしょ下地多分、はい、絶対買えないから言って、何に使えるんですかこれ。下地としてからこれを選びました。はい、じゃあお願いします。あれないの、なんか塗るやつ。匂い嗅ぐなよ。このコンパクトの中にあったこれで塗るそうです。え、違うの？お願いします。はい、じゃあ行きます。いい？え、何これ、下地とかとかいる？いらないよね、もうなんか面倒くさくなっちゃった今。はい、いけいけ。痛い。はい。え、いいんじゃない？でも OK？ 今は OK です。はい、と下地を塗ってこうなりました。はい、じゃあ次行きましょうか。何を探してるの？さっきのさ、うん、まあいいんじゃない、これで塗ろうぜ、こいつ。何それは？じゃあ何？これはファンデーション。ファンデーション、はい、ケザンネケ、何これ。セザーネ、わかんない、これよくわかんないの。これはファンデだと思ってこれを使います。本当ファンデいらなくね、肌綺麗ね。ありがとうございます。必要じゃない気がしてきた、これさっきから思ったけど、塗り始めたらちゃんと塗んなきゃね。途中でやめるとなんかあれだよね。そうね、途中でやめるの一番中途半端ね。あら可愛い。あら可愛い。俺がやってるからかな。怪しいことにしとくか。そうそうそう。ただ眉毛なくね。ほんと毎回思うけど。うん、それいつも言っとる。動画内でも言っとる。はい、ファンデが終わりました。どこ行ってほしい？じゃあ俺が決めていいの？眉毛行こう。これこういうの使う？眉毛の前に。わからん。おもろい。見てんのめっちゃおもろい。何これ。ああ、わかったわかった、これアイライナーだ。はい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 。意外とでも化粧品の名前飛び交いますね。早々にギブアップしたくなっちゃう。これなんだ？え、これなんか塗ってるイメージあるんだけど。待って、これどうやってなってんのこれ。これじゃ あのもう一回下地に、下地というかそのこの表面みたいに塗る。はい、いいですか？どうぞ。いや、やめた。なんで？めんどくさくなってる。なんで？本当に眉毛いきます。眉毛描いていい？どうぞ。これじゃね、ピンクは嫌だな、ちょっとブラウン系ない、こういうの、これと同じやつの。何も表情隠さないようにって頑張ってるから今、ちょっとこっち向いておかな。細くね、なんか眉毛これ。うん、シンプルにね、眉毛ってね、むずいのよ。私自分でもね、未だに眉毛ってむずいのって思ってんだよね。うまくいってる？なんか嫌だよ、確かしない。いや、もう俺もう頭塗りはしないから、ね、これでいく。でもさ、これ合ってるでしょ、一応眉毛やるのって。あ、俺うまい。え、ちょっといい。どうぞ。これ完全に決まってる。オッケー。オッケー。待って、これわざとやった？やったらこうなった。目力強くなったよ。いや、目力じゃないでしょ。これ眉毛の力でしょ。確かに形は綺麗ですね。俺うまいなちょっと思った。ちょっとじゃあこっからさらにあのモレ度 100% で、
じゃあちょっとね、目をねラメにしたいから、こいつ使いたいなと思います。手でいいもん、やっぱり道具選ぶのめんどくさい。ねダメだ、私カメラ見るたび笑っちゃう。目つぶって。なんかみんなさ、こういうの塗るときさ、薬指で塗ってるから今ちょっと真似て薬指で塗ってます薬指かどうか人次第だと思うけど。思ったのはこれさ、色つけた後にラメ入れるやつのやつじゃね。グッ、オッケー、オッケー、これ最高、これ最高、こうなってまーす。もう今描いちゃうか、もう。じゃあ眉毛な、眉毛じゃねえ、眉毛目、この目のところ、これ、これ使う、これで、はい、目尻、アイライン的な、アイライン的なやつ、はい、をこれで引く。だって色つかない、これ色つかないよ。あ、ダメ、色つかないです。ついてはいるでしょ、ついてる、これ正常何怖っあ、俺コンセプト分かった。コンセプトは絶対歌舞伎とか言うでしょ。歌舞伎じゃないあ、ここ赤にしたかったの、まあいいや。じゃあ次、チークを塗ろう、チークを。チーク、じゃあこれ、これ今から塗ります。ちょっとめっちゃこしょこしょ話で喋るじゃん。ちょっいや違う違う、まだこれから、これから、なんかね、オッケー、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい、こんな感じ。ちょっとライトで分かりづらいか、まあ分かるか、ちょっと。めっちゃいいじゃん。次ハイライト入れます。はい、すごい、ハイライトってワード知ってるのはだいぶすごい。ハイライトはそう、これこれこれ、ハイライト、これ使います、うん、ハイライトかどうかちょっと分かんないんですけど、俺はこれを鼻筋とデコと頬の下、上の方と顎、うん、あ、違う、鼻の先か、まあいいや、どこでもいいからいいよ入れていきます。はい、指なのね。ハイライトってほんとすごいね、うん、なんで顎なんだろうかわかんないけど、なんか顎にやるってよく聞くから顎にやってみる待って、何その顔、怖い怖い怖い。終了です、終了です。はい、こうなりました。え、いいんじゃね、結構今のところ。なんかあれ、ここのところをさ、めっちゃ色つけたいの、色つくやつがないんだけど、どれつければいいの。あ、いいや、これでつけよ、これ、多分これそうだろう。ピンクどれ、ピンクはどれ。あ、これいいじゃん、これでまつげを逆立てる。これやってから眉毛に、まつげ、はい、はい、いきます、はい、これこれいきます。色ついてる、入ってないんじゃない。やめちゃう、こっちにやるの。あ、ここだ、ここだ、これ、目つぶって、目つぶって、やっぱり。なに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 、怖い怖い怖い。めっちゃいい、めっちゃいい。あ、俺すごい一気になんかすごい変わった。OK、 OK、 こんな感じになりました。毎回毎回忘れる。これなんか多分まつげだから、これをまつげにやる。はい、この、このね、これで、ネットしてみよう。あ、なんか、あれ、これ下についちゃう。そう、あ、うん、自画自賛するな。そうだった、あんま変わんないけどいいや。Okay. なんか俺の気持ちが変わったからいいや。あ、なりました。これ超うめえこれ何、これは何ですか皆さん。意味がわかんない、金の卵ちゃん何も言わずに撮り、俺は何も見なかったあ、これみんなにこの表情伝えたいんだけどな私しか見れないんだよな。どうやらアイラインを取るらしいです。で、じゃこれで目尻を描きます。アイライン、いいんじゃない。 OK、うん、シンプルにめっちゃかっこいい。こうなりました。だいぶ終盤らしいです。最後だともうリップやって終わりだもん。さっき言ってた違う、影のはいいの。あ、そう、影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 そう、影はね、これさっき使ったよね。これ影作るわ、これで。さっきのなんかいい感じだったし、これで影作ります。はい、あ、もうさっきのこれ眉毛に使ったやつ、キャンメイクの。逆になんでキャンメイクだけは読めるの、他のブランド読めないのにあ、いい相当するだけで面白いんだはい、貸しなさいよ。鼻の筋を通ってほしいから俺本当に影つけたいのよ。鼻高く見える、うん、高く見えるならいいや
ライオンキングにしよう。見ちゃダメ。いいよ見ても。見ていい。いいわ。いい。見ていい。見るよ。こっから。ぼかすの。ぼかすの。手でやります。手で、はい。今日一やらかした顔してるじゃん。いやもう拭き取ったから何も分かんない。分かんない。見てみ。ほら。黒ずんでんな。かわいそう、なんか。いいじゃない。いいじゃない。見てみちょっと。いるべ。あ、まあ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 。鼻は高い。いるよね。はい、今こんな感じでございます。最後。はい。俺的には週最後。ここはやっぱ俺の一番最近耳に聞く。この子を使いたいなと。マイロンク使ってくれるの。はい。のこれはね、コーラルってやつ。あー、赤がいい。赤のリップが欲しい。これガツンと赤でしょ。エロいでしょ。何、今からこれつけたらエロくなるの。私はエロくなるよ。エロくなるのね。はい。嫌な予感するけど大丈夫。え、どういう顔。俺のコンセプトにはめっちゃ合ってる。コンセプト、待って、じゃあコンセプト聞いた。待って、なんだっけ。完成、それ完成。じゃあ完成ですね。見るよ、3、2、1。いやでも遠目で見れば口でかい人にも見えんな。コンセプト、待って、じゃあコンセプト聞いた。あの、一滴ぐらい知ってる人だと分かるけど、ヘルメットおじさん。待って、ヘルメットおじさんってなんだっけ。え、なんかさ、やばいやつじゃなかった。ヘルメットおじさんって。はいはい、もうヘルメットおじさんだからこうしたの。いや、それは違う。あ、それもそうだけど、いや、アイラインってそういうもんじゃないの。なんかそう、引くもんじゃないの。あ、そうそうそう、引くもの。ね、口うざ。あ、でもまあさっきよりいいでしょ。さっきよりいいよ。ほら、透明で見たらちょっとまあ濃い人いるよね。普通に言っただけで俺、えんじゃん。え、結構まともじゃない。いや、言って、思ったよりも何を何のために使うかっていうのが分かってたって思った。だから言ってるじゃん、すごいんだって。俺が分かってんだって。せっかくうまくいってんのが結構眉毛に全部持ってかれてる感あるんだけど。して、ちょっと俺じゃあ物が分かってたらめっちゃうまいと思う。眉毛、じゃあ眉毛だけ描き直してみる。はいはい、はい、じゃあどうぞ。ちょっと拭いてください、自分で。いや、あなた拭いてください。なんだよ、あなた赤ちゃんじゃないんだから拭けるでしょ。慣れてきてさ、メイクアップアーティスト風みたいな感じ出してんの。もうちょい下向いてもらっていいかな。うざうざいとか言うなよ、人がやってあげてんのに。ありがとう、ごめんね。まったく。あ、でもいいよ、結構。どうですか。 OK、 完成。完成しました。これ最終版です。まあ元が可愛いけどね。そう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 、本当に変じゃない。俺はもう、まあ、一緒には歩きたくないけど。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。どうです。え、でも私個人的には思ったよりだいぶマシだし、ほんと結構思ってるコスメの使い方分かってたから、なんか頑張って慣れればできんじゃないってちょっと思いました。どうでした。難しかった。同じようなのがいっぱいありすぎるか分かんない。久しぶりだね、困惑したの。とのことです。なので男性の皆さん、女子はね、毎日こういろんなのを使い分けてるわけです。本当に毎日化粧してる女子偉いって接してあげてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。もし今日の動画が面白かったという方はぜひチャンネル登録、コメントより高評価、また Twitter、Instagram およびサブアカウントのフォローもぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。それでバイバイする。する。最初まず彼がこれ選んだんです。下地としてこれ選びました。正解です。よし。これはちなみにセザンヌって呼びます。セザンヌの下地です。これ正解。使い方合ってた。使い方も合ってます。使ったスポンジがまあファンデ用のスポンジ使ってたんで、結構下地は手で塗る人もいるし、
まあ別にでもスポンジで塗ること自体は間違ってはないから、まあ OK。 私の目のこれはファンデで合ってます。うわ俺すごっ。私があともう一個抜けてたのがこれで、コンシーラーはでも別に必須じゃないからまあなくても合格の次に、これで眉毛を描きまして、彼これは、アイライナーです。これを鼻にも塗ってたんですよ。だからこれシェーディングにもしてたんですけど、これはアイライナーので眉毛もシェーディングも間違ってだからこんなに血色悪いし、こんなに太くなってるんですね。なるほどね。で、正しい眉毛は眉毛取る？ここのあたりですね。あなたが最初アイラインで使って色つかないって言ってた、これは眉毛です。アイラインと眉毛が逆だったの。あなたこっちが眉毛とこっちがアイライナー。そう。ああ、なるほどね。です。あとそう、アイシャドウを使いました。アイシャドウとしては正解。アイシャドウ取る。ただ確かに言ってたように、これラメ感しかつかないから、はい、何か塗ってから上に塗った方が良かったです、はい。アイシャドウとして結局変なこれ使ったね、はい、アイシャドウで正解。これね、リキッドアイシャドウの、そう、なんかマスカラとして多分使って、うん、あれ違うってなってアイシャドウにしたんだと思うんだけど、うん、そう、アイシャドウで正解です。アイラインを眉毛で描いたやつが薄いってなって、その茶色いアイライン、これだっけ、うん、違う、そこまで、これアイライン、これが、うん、これもアイラインで正解。結構だから合ってんのよ。ビューラーやってマスカラとして多分このアンドビーを使うんですね。そう、これマスカラ自体も、そう、これもマスカラで正解。ハイライトもローラメルシエので正解。しかもちゃんと塗るところも T ゾーンと C ゾーンとあの顎と全部正解。これすごくね。そう、ハイライトが合ってるのがめっちゃびっくりしたハイライトなんでこんなってんので、あと最後リップ。まあリップはね、そりゃリップだった。それこれリップで合ってます。それリップじゃないかと思った。リップです。それで言うとマイロインクもリップで合ってます。あれ悲しい、覚えて、マイロインクはリップです優秀じゃね。そうなの。でもあのちょっと眉毛のインパクトが強すぎてということで、彼が使ったコスメのみを使って私がメイクするとこうなります。まあ、基本的に多分眉毛とアイラインを交換したぐらいで、それがあんま変わってないんですけど、こっちのがまあ普段の私って感じがするね。近いね。近いね。なんかそう、多分この眉毛の色味がブラウンだったら、もう結構本当に使ってるコスメとしてはだいぶ本当カラーのバランスもいいかなっていう感じをするぐらいな感じでしたということで、これでおさらいも終わりです。皆さんこれからもどうぞよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。バイバーイ。